それかも髪が抜ける原因。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、髪が抜ける原因についてご紹介します。あるねアンケートで抜け毛が気になりますかっていうのにね、70% ぐらいの方が抜け毛がめちゃくちゃ気になるっていう風にお答えしていただきました。ということでね、抜け毛の原因と対策についてご紹介します。まず原因の一つ目はブラッシングです。日々皆さんブラッシングされる方も多いかなと思うんですけど、ブラッシングした後ブラシ見たらめちゃくちゃ髪についてるってことないですか？これ原因としては本当にね、絡まりだったりとか気にせずもう無理やり溶かしちゃってるから、そういう風にね抜けたりとかしちゃうんです。でこれの解決方法に関しては、根元の方から無理やり溶かすのではなくて、もう本当に毛先の方から優しく優しく溶かしていく。でどん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 根元の方に上がっていく、まあ、こんな感じでねブラッシングしてあげると髪の毛も抜けなくて切れ毛の原因も抑えてくれるので、このブラッシングの方法で皆さんやってみてください。原因の2つ目はドライヤーです。皆さん頭洗ってドライヤーをした後って結構ね、洗面台に髪の毛がバッと溜まってることってないですか？これ原因としては髪の毛の絡まりを取らずに手ぐしだけで乾かして、手ぐしで髪の毛が引っかかって抜けるっていうことが原因です。これのね解決方法は、まずドライヤーをする前、引っかかりやすい髪の毛に関してはブラッシングでね、さっきと同様で先の方から優しく溶かして髪の毛を整えておく。そうすることによってね、手ぐしだったりとか乾かしている時の引っかかりが防げるので抜け毛が少なくなります。3つ目の原因はヘアアイロンです。ヘアアイロンのねこのプレートの部分あると思うんですけど、そこの滑りが悪かったりとか、あとはヘアアイロンを通す時に結構強く引っ張っちゃってる、これが抜け毛の原因だったりします。でこれの解決方法なんですけど、ヘアアイロンのねプレート、これをねしっかりと拭く、これ結構本当に重要です。毎回ヘアアイロンを使っててちょっと滑り悪くなったなっていう時って、何かしらついてることがあります。例えばトリートメントオイルだったりとかスタイリング剤だったりとか、それの蓄積でプレートが汚れて滑りが悪くなったりもします。なのでしっかりと拭いて滑りが良くするような状態で、そうすることでね強く引っ張る原因も抑えれますので、日々の手入れがおすすめです。4つ目がシャンプー。これ原因としてはシャンプーをそんなに泡立てて洗ってない、泡立ってない状態だと結構手に引っかかったりとか絡まったりする原因になります。その解決方法です。まずね、しっかりと髪の毛を濡らす、あの泡立ちにくいからですよ、バーッとしてしっかりと最初の流しをしっかりすると泡立ちが良くなったりします。でそれでも泡立たない方に関してはシャンプー2回やってください。それでも泡立たないという方に関しては必殺技があります。泡立てネットです。シャンプーを泡立ててからやる、そうするとしっかりと泡が出てくれるかなと思いますので、抜け毛の原因も少し減ってくれます。5つ目が寝ている時です。寝ている時ってね、まあご自身でこう寝相ってあんまりよくわかんないかなと思うんですけど、まあ何かしらの影響でね、ちょっと髪の毛が引っかかったりとか引っ張られたりする原因があります。それで朝起きて抜け毛があったりとかするっていうことにもつながるんです。それの解決方法ですけど、女性の方だったらライトキャップを使う、こうすることによってね寝癖がついちゃうかもしれないんですけども、引っかかりだったりとかね摩擦によっての抜け毛が軽減できます。男性の方に関してはね、もちろんナイトキャップかぶってもらうと全然 OK なんですけど、それは嫌だなっていう方に関しては枕カバーをシルクの素材に変える、これだけでも結構抜け毛の原因がなくなります。なのでこれもよかったら参考にしてみてください。という感じで抜け毛の原因をね5つご紹介させていただきました。全部、共通するのはやっぱりね、髪の毛を引っ張ったりとか引っかかったりとか、まあ、そういった原因で抜けるっていうことが結構大半なんですよね。もちろん普段から抜けやすい方だったりとか体質だったりとかいろんな原因で抜ける方もいらっしゃるんですけど、でも大体の主な原因で結構引っ張ってることが結構多かったりするので、日々のね髪の毛のお手入れ、それだけで結構抜け毛が減ります。ブラッシングの溶かし方だったりとか枕を変えたりだったりとか、もうほんとそういったことで結構ね日々変わってくるかなと思いますので、ぜひ皆さん試してみてください。今日も、最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
バイバイ。